6年生の皆さん、こんにちは。7月23日、24日、木曜、金曜日の算数の授業を始めましょう。まだプリントを取りに来てくれてない人が、います。プリントを取りに来てないと、復習テストなどできませんから、必ず取りに来てください。塾の方は4月22日から営業自粛ということで、授業はやっていないんですけれども、プリントの受け渡しのためにですね、開いています。朝10時ぐらいから、夜8時9時まで開いてますから、お家の人でもいいですから、取りに来てもらってください。その時にやったプリントを、一緒に持ってきてくださいね。はい、それでは、そのプリントの中に入っている復習テストの11番、これをやってください。この復習テストの11番は10番とほとんど一緒です。ですから、まあ、本当だったらね、10番、やって間違えて直して、そして11番をやるというところですけれども、もし、お家の人が見てくださるんだったら見てもらって、10番を見てもらって、それからやってもいいと思いますよ。大切なことは、きちんとね、学力をつけていくということですから、お家の方が、まあ、家におられて、協力してくださるのであれば、10番のプリント採点してもらって、それから11番のプリントをやるっていうのも、悪くないと思います。はい、じゃ動画止めてやってください。はい、それでは、今日は、51ページの、5番、6番という宿題の答え合わせからやりたいと思います。ここは、非常に大切なところですね。割合の問題というのは、入試に出る、ところっていうのはね、ここでやってる割合の問題。それから、5年生の時にやって、これから6年生でもやる、速さ、時間、道のりの問題。それから、図形問題ですね。面積、体積など、図形問題。そして4番目が、規則に関するクイズのような問題ですね。そういう、この4つが、大切な、問題なんですね。もちろん、平均であるとかそういうのも出ます。で、この次に勉強するグラフだとか、比例反比例なんていうね、医療関係なんかも出るんですけれども、大きな4つの柱っていうのは、割合、速さ、時間、道のり、図形、規則に関するような問題ですね。クイズのような問題。この4つです。で、その中の割合です。もう一つであるね、重要単元の割合のところの問題です。じゃあ、やってみますけれども、今日、51ページの5番ですよ。読んでみます。はるこさんの家では、去年みかんが、5184kg 取れました。今年は去年の取れ高の 8% だけ増えたそうです。割合を分数で表して計算し、去年の取れ高は何キロか求めなさいということでね。まあ割合を分数で表してって書いてあるのこれも表せても表せても実はいいですけど、まあ書いてあるからやりますけどね。要するに 8% は100分の8でやれということです。はい。それよりもっと大切なことがあります。なんかね、右にやり方書いてあるからね、こんなん見てやる。見て出てきたって仕方がないです。自分で考えましょうね。はい、割合の問題、大切なことは何だというふうに言いましたか？はい、言ってますか？元にする量の確認ですよ。8% の元は何なのかというかね。8% の元は何なのか。見てください。今年は去年の取れ高の 8%。ですから、これは去年の取れ高ですよ。決して今年の5184が元ではないということです。ですから、そこをしっかり区別してください。もう何回やってもできてない人もいっぱいいますよ。いいですか？ね。そして、今聞かれてるのは、この、去年の取れ高を出せって言うんだから、元を出せって言うんだから、使える公式は、ね、元にする量は、比べる量割り割合、これですよ。
掛け算をしちゃって、もうわけわからなくなった人いないですか？ね。これ割り算しなきゃいけない。じゃあというので、まさかこうはしないと思うんですけどね。わかったぞというね。5184割る100分の8。で、これいけないですね。どこいけないのか。これ100分の8というのは、ね、これは、増えた割合ですよね。これは増えたんじゃなくて、去年足す増えた量ですよね。だからこの公式ね、この比べる量っていうのは割合に当たる量でなくちゃいけないわけですよね。またこの割合っていうのは比べる量の割合になくちゃいけない。だからこれ大間違いですよ。はい。で、まあ、パッと分かる人はいいです。やっちゃいけないの右見てできました。そうね。右なんかやり方書いてありますね。それ見て分かりましたっていうのはダメです。ね。で、まあ、やっぱりね、線分図を書くのがいいだろうと思います。これ消しますよ。間違ってるんですね。消します。はい。で、線分図書いていきますよ。もう一回問題読みながらね。春子さんの家では、今年、みかんが、5184kg。これ今年ですよね。ですから今年、5184kg 取れました。これは、去年の取れ高。去年の取れ高っていうのはあるんですが、これ元ですよ。割合で元は、丸の1ですね。これが去年。の取れ高よりも 8%。100分の8。増えた量ですよ。去年にこの増えた、8% 増えたものが、5184kg ということです。はい。で、こういうのが出てきたら、どうするのか。これは、割合と、比べる量。比べる量っていうのはね、割合に当たる量ってことですよ。だから、比べる量と割合が両方分かるところを見つけるんだ。はい、この時期では、そこにこの黄色いね、印を入れることにしています。ここを見てください、ここ。全体とかって言っちゃいけないですよ。ね、ここ。ここの割合は、ここが1で、これが100分の8ですから、ここからここが、1と100分の8と出すことができます。そして、その割合に当たる量が 5184kg。これが、比べる量と割合ということになるわけですね。はい。で、比べる量と割合が分かったら、この公式に入れて、5184割る、はい。計算は自分でしてください。4800出てきます。これ、結構できないですよ。ね。もう、重要問題です。ね。これがスラスラできると、こういう問題、結構 OK です。はい。じゃあ、6番に行きます。定価4800円のメロンの、間違えました。定価4800円のメロンを定価の1割5引きで、売っても、まだ仕入れ値の15分の2の利益があります。はい、1番。このメロンの売り値はいくらか。ですね。はい、これは、1割5分の元が定価ですから、そのまま、元かける割合で書きましょうか。比べる量はですね。はい、元にする量が4800円ですから、
で、割合が、まあ、分数、まあやりましょう、分数で。100分の15。はい、1割5分っていうのは、100分の、15になります。はい、で、これを計算をしてあげると、いくらになるかというと、こうで、720ですかね。そうですね、720円になります。もう簡単には720円できたぞと思っちゃいけないですよ。これは何かというと、値引きですよね。ね、これだけ、引いてっていうんだから、これ値引き。で、聞かれてることは何かというと、何円で買いましたか、売りましたか、売り値ですね。4800円のメロンを、定価のものを720円引いたわけですから、4800引く720。4080円か。と、こういうふうに出てきます。これが、そこの答えということになります。ちょっと右消えてるかどうか確認させてくださいね。うわ。ギリギリですね。なんとか見えてますね。なんとか見えてると。はい。で、過去の問題。このメロンの仕入れ値は何円ですか？はい。この720円、問題変わりましたよ。720円は、仕入れ値の15分の2の利益があると。ですか？あ、なれ？間違えてない。4080円、間違えましたよ。4080円で売っても、185ページ、もう一番後ろですね、相当算というのをやります。
はい、相当算というのは、比べる量と割合が分かっていて、元を出す問題です。そう思ってください。利用する公式は、で、ここの時では2つだけ注意をします。まず1番目、必ず線分図を書こうと。それから2番目は、割合には丸や三角のマークをつけよう。こちらちょうど書いてある。これ実は相当算なんですね。これ相当算です。はい。割合には丸のマークがついています。実際の量にはできるだけ単位を書くようにしましょう。ね。三角何なのか今日出てきますから、その時に説明をしたいと思います。この注意事項を守ってですね、やってください。で、実はね、こういうのね、自由にやればいいんです。好きに解けばいいんですね、と僕は思っています。だから、いつもね、もうみんな好きに解けばいいよって言ってね、どんなんでもいいからね、まあ、答えが合えばいいって言い過ぎですけど、もちろん式も必要だし、式も合ってなきゃいけないんだけども、そうやってるとですね、今僕が授業でこういうように、いろんな説明をするとですね、できてる人っていうのは、ほとんどの人は、やっぱりね、授業ちゃんと聞いてくれて、こんな注意をしなくてもね、注意を守ってくれてるんですね。で、守った人は解けて、そうでない人はやっぱ解けないんですね。そこであらかじめ、まあ、こんなところに注意すれば解けますよって言って説明をしてるんです。で、だからこれ絶対こうしろっていうわけではないですね。いろんなことを、こう、試行錯誤を繰り返しながら、自分で答えを見つけていく。それ、大いに OK です。ですけども、なんかね、こうやってやると、こんな注意をしとくとですね、結構問題が解けるということで、説明をしています。いいですか？絶対ではないんですよ。こうやってやったらどうだろうかっていうね、まあ一つの提案のようなところです。ステップ3というところをやってみます。で、この本見ないでくださいね。この本に書いてある やり方っていうか、この本はね、とってもね、まあいい本ではあるんですけれども、解法についてはやっぱり塾でやってるの方が、まあいいと思ってください。これも、まあ本当の話です。どう本当かっていうと、以前ね、まあここの会社の本ですけども、いろんな解法書いてました。で、僕らはもうずっとやって、みんながよくわかる、6年生の人がよくわかる方法でやってる。という、その間か知らない間に、僕らがやってる方、僕ら何も言ったわけじゃないですよ。それに変わってるんですね。そんなことが何回かあってるんで、ここですね、ここの会社もやがてそう、もしかしたら、ここに書いてあるのは、僕がこれからやるようなに変わる可能性はありますね。まあそういうふうに思って、ここを見て、まあ自由ではあるんだけれども、これはマークがついてないからいまいちです。はい。じゃあやってみますよ。ある本を1日目には全体の3分の1を読む。2日目には残りの5分の2を読んだところを78ページ残りました。この本は全部で何ページあるのでしょうか。こういう問題ですね。はい。で、注意すること、何でしたか？元にする量、割合が出てきたら元にする量の確認でした。で、この問題では、3分の1という割合と、5分の2という 2個の割合が出てきてるんですけども、その2個の元が違うんですよね。3分の1の元は何でしょうか？これ本全体じゃね？と
ところが5分の2の元は何でしょうか。これは1日目に読んだ残り、これが元ですよね。こういうふうにね、曹洞山では、元が変わる割合が出てくることも結構あるんです。いいですか。そのことでもう一回問題読みますよ。ある本を1日目に全体の3分の1を読み、2日目には残りの5分の4のところ78ページ残りました。この本は全部何ページあるでしょうかという問題です。さあ割合が2個出てきました。元にする量が変わってるのに、あ、なるほど、変わってるなと思いましたか。どうですか。え、なんそれ、元にする量どうだこうだ。元にする量分かってくださいよね。例えばね、僕と誰でもいないですよ、ここね。じゃあ松村君にしましょうか。はい。僕の、ね、5割をあげるから、松村君の1割だけくれよ。交換する？ね。たら、5割もらって1割なら、ね。これは得じゃ得じゃないとね。松村君あんまり考えもせずにね、OKOK 買いましょうって言いますね。おお、4割も儲かっちゃった。いや、本当ですか？ね、僕、ね、100円しか持ってないです。100円の5割ってたった50円じゃないですか。ね、松原君ね、1万円持ってます。ね、さっき1割言ってましたけどね、1万円の1割は1000円じゃないですか。50円と1000円変えて得だなんて思う人いないでしょ。なんでそういうことになったかっていうと、元にする量が違うからです。ね、5割っていうのは僕の持っているお金が元。で、100円です。ね、1割っていうのは松原君の持ってる、お金が元、1万円持ってる。松原君お金持ちですからね。本当ですよ。で、だから元が違うとね、これ割合ってもう何の意味もないわけです。元の確認をしないで何割だ何割だって。だよくごまかしがあるんですよ、これね。本当にごまかしがあるんです、あの世の中でですよ。その時に元にする量を確認してないとね、操作、数字をね、うまいこと操作して、ね、なんかこう、多いように見せてるんだけど、実は元が違ってたなんていうのは、よくある話です。はい、まあ、ここの、ね、3分の1の元は本全体、5分の2の元は、1日目に読んだ残りの、本のページ数ということです。はい、専門書きますよ。はい、見てください。いいですか。ある本を1日目には全体の3分の1を読む。はい、全体というのは、丸の1ですよ。ね。で、3分の1読みました。で、これ、残りですよね。ここは元です。この時はね、2段書きましょう。点点点つけて2段書いてください。ね。2日目には残りの、はい、新しい元が出てきましたから、ここに元を入れるんだけど、これ丸にしちゃいけないですよ。元違うから。これはこういうことですね。 割合には丸や三角のマークをつけようっていうんですけど、元は同じ、割合は同じマーク、ね、まあ、まあ元は同じってこれ元ですけどね。とか元が違うのは違うマークを、使ってください。ですが、難しい問題では三角も出るし、五角形も出てきますよ。こんなもん出てきますよ。ね。はい、で、残りの5分の2を読んだ。はい、ここいいですか。三角ですよ。5分の2を読んだら、78ページ残った。はい、線分図がまず書けたかどうか。こういう線分図が書けるようになりましょう。今日はまあ初めてだからいいんですけど、だんだんできるようになってですね。この曹洞山終わるときにはもう書けるぞっていうことになってます。はい、ここで、これですね。これ何ですか？これ何ですか？ OK ですか？これ。まあ、先輩がいたら聞いてみてください。ね。授業の先生がなんか変なものを持って、チョーク持って、これ何ですかって聞いてる。で、ちゃんと答えてくれますよ。これはね、イエローマジックチョークですよ。黄色い魔法のチョークですからね。これがあると、答えが出るんですよ。ね、問題解けるんですよ。さあ、これどこに塗るかというと、割合と実際の量、今日はページですよね。
が両方分かっているところに塗るんです。いいですか？こういう線分図を書いて、ね、割合とページが両方分かるところに、この黄色い魔法のチョークを塗る。塗ってみますよ。どこでしょう？そんなとこないよ。さっきなんか両方ありましたよ。これね。4087、さっき両方あったんですけど。これない。いや、あるんですよ。はい。ここですよ。見つかりましたか？はい。実際の量は78ページ。割合わからないじゃないか。国家の割合わからないですか？マークが同じだったら足したり引いたり比べたりできるんですよ。はい、ここからここが1です。ここからここが5分の2。じゃあ、ここからこの割合は1引く5分の2でもすぐ書きますよ。ね、できるよね。5分の3の三角です。どうですか？できそうですね。1引く5分の2で5分の3。そして、見てください。ここが、比べる量と割合が両方分かったところ。はい、相当算の公式。比べる量割る割合を元にする量ですよ。いいですか？はい。もうすぐ書くよ。78割る。もう1引くって書かんよ。ね。はい。これを計算をします。これを計算すると、130ページ。いいですか？比べる量割る割合で、元が出てきたんですよ。元ってのは1です。でも、割合が三角だから、出てきた元も三角の位置が出てきました。はい。では、三角の位置ってどこでしょうか？ね。ここですよね、ここ。これを上の線分図で言うと、ここになります。ここ130ページ。まあ、色変えてみましょうか。ね。レンドマジックチョークになりましたね。赤い魔法のチョーク。どこ塗りますか？ここですよね。はい、実際の量を130ページ。こいつの割合が分かれば、比べる量ある割合で元が出るわけです。で、同じですよね。割合。ここは丸の1で、これが丸の3分の1。丸の3分の2ですね。はい、これが、比べる量。それは、この、比べる量に当たる割合に当たる量が130ページ、割合が3分の2。もう1って書かないですよ、3分の2。195かな、計算合ってるかな。そうですね、合ってます。はい、比べる量割る割合で元にする量が出てきました。元って1ですよ。ね、でも割合が丸ですから出てきた元は丸の1が出てきました。で、聞かれてることは何か本全体ですから、これね、丸の1が本全体ということで、これが答えということです。はい。じゃあ、今の参考にして、185ページの5番ですね。カッコ1、カッコ2、両方やってみてください。動画を止めてやってくださいね。すぐ答え合わせしますよ。はい、じゃあ5番のカッコ1からやってみます。
はい、問題ありますよ。ね、ある本は1日目は全体の4分の1を読み、2日目には残りの5分の3を読み、3日目には24ページを読んで全部読み終わりました。この本のページは何ページあるでしょうか？これさっきと全く同じ図になりますから、さっさと書いてみますね。はい、全体のっていうんだから、丸の1を書きましょう。で、4分の1読んだ。これ、1日目に読んだようですね。これまあ、上に書いても下に書きやすいのを書けばいいですよ。ね、割合は上に揃えて、実際量は下に揃えるっていう、下に書くとかってね、そういうね、やり方もいいと思いますけども、それぞれ見やすいように書けばいい。はい、残りのって、新しい元が出てきましたよ。残りのって、残りが、これが新しい元で、これの5分の3を読んだ。で、3日目に24ページ読んだら、本が全部終わっちゃったということは残っていた。3日目に残っていたのは24ページだった。はい、まず線分図が、きちんと書けてるかどうかチェックしてください。あっとる？はい、じゃあどこに注目するか。まず線分図が書けるっていうのは大切ですね。さあ次どこに注目するか。はい、出てきましたよ。これ何ですか？もう言えますね。黄色い魔法のチョークですよ。ね。いいですか？黄色い魔法のチョーク。どこ塗るんですか？塗れましたか？ね、24ページですよ。どういうところに塗るのか。割合とページが両方分かるところですね。割合と実際量は両方分かるところ。はい。実際量は24ページ。割合は5分の2。もうこのまま使いますよ、すぐね。はい。これが比べる量で割合ですから、24比べる量割る割合は60かな。はい。元にする量。いつか1なんだけど、割合が三角だから、出てきた元も、三角の1が出てきたということですね。はい。じゃあ、60ページどこでしょうか。もう黄色でいきますね。これ三角の1、ここからここですから、上の線分で言うと、ここが60ページ。はい。これどこに塗りますか。はい、ここですね。その今求めた60ページに塗ってあげればよい。比べる量の60ページと割合の4分の3。が、ここからここが1で、ここからここが4分の1だから、これ4分の3ですよ。ね。丸の4分の3。同じマークだったら比べて足したり引いたりできるんですよ。はい。1引く4分の1で4分の3。比べる量と割合が分かった。はい。60割る。4分の3で、もう分数計算ちゃんとやってくださいよ。できますか？ひっくり返してかけてね、約分して 20×4 で80ですね。はい、元が出ました。割合が丸ですから、出てきた元も丸の1。こういうことですね。で、聞かれてるのは、あ、丸の1が聞かれてるね。本全体ですから、これがそのまま答えということで、80ページ。できてましたか？はい、じゃあ過去に行きますよ。どうこれ、まあ、これ、もうこれ OK ですか？ね、相当算っていうのは、比べる量と割合が分かる方に注目をして、比べる量ある割合で元にする量を出す問題だと。で、塾では、まあ、必ず線分図を書こうと。あんなやつですね。で、その際、元に注意しなきゃいけないんで、元が同じ割合には同じマークをつけていく。違う割合には違うマークをつけていくと。こういうことです。はい、2番やっていきますよ。2番ね、1よりね、簡単なんだけどできない人。なんでかっていうとね、なんか、式だけでやるからですね。中に考えたら何でもない。はい、読んでみますよ。木村君は持っていたお金の 30% でノートを買い、残りの、15分の4で消しゴムを買いました。消しゴムの代金は84円でした。木村君は初め何円持っていたでしょうかと、こういう問題ですね。はい、持っていたお金のって言うんだから、持っていたお金、丸の1、全体だから丸の1。30% も 0.3 にしましょうね。10分の3でももちろんいいんだけどね、0.3 ですね。で、これで、ノートを書いて、残りの、まあ、ワンパターン問題ですね。
はい、元は変わりましたよ。残りは元なんだけど、元は変わったからマークを変えて、残りの15分の4で消しゴムを買った。で、消しゴムの代金が84円だと。こう書いてあるわけですね。まあ、税込みなんでしょう。これ、消費税80円で 5% かな。よう分からんね。まあ、古い問題なんじゃないですか。ね。はい、これが消しゴムですね。最初がノートで消しゴム。これがノート、消しゴム。消しゴム。で、始める代金、丸の1を出せという問題ですね。さあ、これ何ですか？黄色い魔法のチョークですよ。嘘言う、ただのチョークじゃない。いや、黄色い魔法のチョークです。どこに乗るんですか？お金と割合が両方分かるところですよ。向こうは簡単じゃないですか。お金と割合両方分かるところ、ここですよ。もう、ね、向こうは簡単。向こうは引き算をしないといけなかったら、ここ何もしなくていいですよ。ほんとお金と、ね、比べる量と割合分かっているわけです。そのまま比べる量割る割合は元にする量。ということですね。はい。じゃあやってみますよ。比べる量割る、割合は、元にする量。315? 合ってますかね。84×21。そうですね、315ですね。はい。はい、元が出たんですよ。比べる量割る割合、元にするよ。元が出た。割合は三角だから、出てきた元も三角の1。こうですね。はい、何が出てきたのか。三角の1ですから。ここが出たんですね。ここというのは、上で言うと、ここですね。315円。はい、またこれですよ。どこに乗るんですか？これも315円ですよね。割合の方いくらでしょうか？丸の1から丸の 0.3 を引いて、0.7、70% ということだよね。はい、もうやることもワンパターンですね。315割る 0.7 は、450と。出てきたの、比べる量ある割合を元にする量ですよ。でも、割合が丸だから出てきた元も丸だと。つまり、初め持っていたこれで、これが、尋ねられていることだったということです。こういうのを相当算というんですね。できそうですか？はい。じゃあ、ページをめくって、188ページの3番。188ページの3番やってみてください。カッコ1カッコ2ね。いいですか？やってみてくださいね。いやー、まあやりたいけど、もうそこそこね、もういつも動画長くなっちゃいますが、じゃあここまでにして、これ宿題ということにしますが、3番のカッコ1の方は実は優しいんですよ。なんでかっていうと、ね、割合1個しか出てきてないじゃないですか。ね。で、注意するところ、線分だけ書いて、やってもらいましょうかね。まあ、じゃあ線分図書いて、終わりにしますよ。カッコ1ね。6年生でメガネをかけている人は32人です。これは、6年生全体の、はい、6年生全体というのは元ですよ。ね、割合は元にするような確認。6年全体でね。まあ、7分の2よりも、丸の、7分の2こんなの来ないか。まあ、あんまりね、大きさ、
それほど正確でなくていいです。だってわからないんだからさ。7分の2よりも4に多い。これがメガネですね。で、これが32人だと。ちょっと上に書きますよ。まあ、もうここまで書いてしまったら、ね、やってしまいそうですが、これですよ、これ、これ。いいですか？割合と人数が両方分かるところ、どこ塗るんですか？この。はい、やっと、そこまでで。いいですか？はい、宿題。188ページの3番だけ。ちょっとだけですよ。それから、プリントの方が、ナンバーの今日は23と24でしたかね。プリント23と24。これだけですからね。で、今時間あるんだからやってくださいよ。それから、取りに来てくれないとこれできないですよ。ですか？ね。もう、広島県ね、もう全部ね、自粛要請っていうのがあって、お父さんお母さんもね、お家にいらっしゃるんじゃないでしょうか。仕事でもですね、自宅で、在宅勤務ということになっていますね。家でね、まあ、適度な運動とかストレス発散もしてくださいね。でもね、時々塾にね、来てくれる人、ね、自習室一応やってはいるんですけども、離れて座ってもらったら人数が多いのちょっと困るので、各教室に本当に一人ぐらいというようなことでね、やってるんですけど、昨日な、塾来なかったらな、8時間ゲームしたんでって言ってね、まあゲームいいと思うのは今 e スポーツですからね。もうゲームって言っちゃいけないですね。e スポーツでね、もう国体になるかもしれないし、オリンピック競技にもなるかもしれないんで、あんまりあれですけれども、僕とするとどうかなと。ね。ゲームはダメで本ならいいのか。本も8時間読んだって言ったら、よく読んだねって言われる。まあ8時間読まないですけどね。やっぱりね、受け身の作業ですね。まあちょっと、僕はゲームはわからないから受け身かどうかわかりませんけど、テレビを見るとか、ね、そういう受け身の作業を長時間するんじゃなくて、自分の方から、ね、まあ読書が受け身か、そうでないかってわかりませんけれども、ね、自分の方からこうね、やっていくと。そういう作業をしてほしい。で、できたら、塾の勉強そんなにかからないと思いますよ。ね。それもね、一応やってます。もちろん学校のこと先ですよ。学校のことを先にちゃんとやって、ね。で、時間もおそらく余ると思うので、塾のこともやって、ね。それからまあ、e スポーツもいいですし、まあ、読書はね、どんどんしたらいいと思いますね。だからテレビも悪くないですよ。テレビ見ていろんなことを考える。情報がないと考えられないですから、正しい情報を得る。ね、そういうことっていうのは大切ですから、テレビ見るの全然悪くないです。もちろん、こうやって YouTube 見てくれてますけど、YouTube ね、今自分で選べますから、自分の見たい情報を見る。ただその時に、その情報が正しいかどうか、それからこう見さされてない。面白いのがね、おすすめ動画とか関連動画がバーって出てきて、自分は見るつもりではないのに、ポン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 見て、いつの間にか、まあ新しい出会いがあって、それはいいところもあるんだけれども、気がついたら、4時間ぐらい見とっちゃった。そういうこと見ちゃったとね、そういうことにならないように。ね、きちんとした、充実した生活をしてくださいね。全部が自由な時間なわけですから、充実するかどうかは君ら自身にかかってますよ。ね、そこのところはよく考えて、6年生ですからね。ですから、最高学年ですよ。一週間くらいしか学校行ってないですけどね。君ら最高学年ですからね。その自覚を持って、過ごしてください。はい。じゃあ、今日の算数の授業はここまでです。ね。じゃあ、また次の動画、ぜひ見てくださいね。はい。終了します。